僕はアルベド、セピロス騎士団の首席錬金術師だ。君から感じる正解の気配に興味があってね、近くで観察したいと思ったんだ。きっとこれから一緒に行動する機会が増えると思うよ。いい景色だね。休憩中にこの景色を絵にしようか。世界の真相とは一体何なんだろう。自分の両足で土地を測り、未知を知識に変えていく。この感じ、懐かしいな。土が潤っている。ボムボム売りの根の採集にふさわしいね。大丈夫。僕に任せて。師匠。光が十分。生物活動も活発。うん。スケッチに向いてるね。おはよう。古代遺物を探しに出かけるのかい？こんにちは。君の足音が聞こえたんだ。工房の外は賑やかだね。外はやっと静かになったね。ふん。おやすみ。先に休んでていいよ。僕は最後の実験を終わらせたいんだ。そんなに興味があるなら、明日会うとき、実験結果について一緒に話し合おう。天才？僕をそう呼ぶ人は多いけど、僕はそうとは思わないんだ。人付き合いは面倒だよ。始めると維持が必要だし、つながりが途絶えると再び紡ぐのにもっと時間がかかる。君、僕の実験に付き合ってくれるのかい？光栄だね。ああ、緊張しないで。僕の実験は危険だけど、無実の人を傷つけたりしないから。石化古樹のことをもっと知りたい。君が近くの秘境で見たあれは、それほど古くないものだ。より古い木だと、2,000〜3,000メートルくらいの高さがあるからね。その根元には、大きな雲が集まってる。その雲を、クチナシとオガルカヤでくくって、カルダモンを塗り、数時間焼いた後の香りは、本当に忘れられないよ。僕に聞きたいことがあるのかい？ふん、何かな。あ、その前に一つ聞きたいんだけど、その質問はそんなに時間かからないよね。今進めている研究がもうすぐ最終段階に入るんだ。研究以外で一番時間をかけたいのは絵を描くことかな。最初は物体や材料の構造を理解し、それを研究に応用するために始めたんだけど、気づいたら趣味になっていた。うん。いいリラックスになってると思うよ。時間が足りないことかな。面倒なことを他の人に任せても、やっぱり時間は足りないって思ってしまうよ。スイーツは好きだよ。なんというか、スイーツを食べるとカロリーを一気に補給できて、集中力や効率が上がるんだ。嫌いな食べ物。レストランに出てくる大量の肉かな。僕は小食だから、もったいない上に美味しくなくなる。だからいっそのこと、僕はレストランに行くことをやめたんだ。そのせいで料理に費やす時間が増えてしまったけどね。誕生日おめでとう。嬉しそうだね。そんな君を絵に描いてもいいかい？人の脳の容量は限られてるから、
つい忘れてしまうんだ。でも絵にすればそれは記憶の延長になる。将来絵をもう一度目にすることで当時の気持ちを思い出すことができるんだ。国土は錬金術の語源でもあり、最初の状態のことだよ。この世界に生きてる限り、僕たちは存在する意味を探さないといけない。